お待たせしました。続きやっていきます。おはようございます。セノンです。はい、約2回にわたって緊急企画でカーネーションの方トゥオーヤで作って、無事お母さんたちのところに送りました。はい、なので今日やっと元通りここに戻ってまいりました。朝バッグの続きを編んでいきたいと思います。で画面もうどんどんバッグ大きくなってきてるので、今までの方法だと画面に入りきらないので、ちょっと角度、撮影角度とか距離とか調整してこんな感じで見せてます。で今この編み編み状態編んでるんですけど、予想ではこれ4段、今2段まで編んでんですけど、4段ぐらいで上に持ち手つければちょうどいいかなと思っているので、まずもうそこやっちゃいましょう。もうやり方は同じですね。鎖3目編んで隣に細編みなのでちょっとやっちゃいます。はい、これで4段編み目、斜めに1234つ出来上がった状態。なんかラフレシアっぽいけど、このまんま取っ手の方向に行ったらなんかこうね、ビローンって伸びちゃう。なんか高さもうちょっとあってもいい気がしてきた。あと2つどうしようかな。またもう2段ぐらい高くてもいいかな。もう2段、いや、こうでしょ。もうちょい高くてもいいかな、背が。なのでもう2段増やしちゃおっかな。増やしちゃうということは今日はもしかしてこの編み編み作り動画で終わっちゃう可能性大。まあ地味な作業動画になっちゃうな。これどうしようかな。早ます？いやでもまあよし、まあこれ同じように3目編んで細編み、3目編んで細編みなので、あでもこれ5段ぐらいでもよくね。5段ぐらい、悩みどころ。いや、この上に持ち手作ってだから約この細編みで3段分ぐらいの高さが出るので、5段もうこれでいいかな。5段23455段ぐらいにすっかな。よし、とりあえず5段目作ってみます。そうしよう。皆さん母の日準備はもうお済みですか？もう昨日までちょっとね、本当にね焦りましたね。もう速達で送りました。そうなの、郵便っていうかね、郵送しなきゃいけなかったもんで、その日のうちに何か作ってそのまま届けるとかってできればいいんですけど、できないからんでね、前もって準備しないと。そうそうそう。あのカーネーションの結局ブローチにしたんですけど、あれだけだとそんなちっちまいのをちょっと送るのもなんなんで、ちゃんと他にねつけましたよ。お茶とかちょっと食べ物系、おじいちゃんおばあちゃんみんなで食べれるようなねものをちょっとつけて、それプラスつけました、カーネーションバッジ。そうよ、あれだけちまんと送ったわけではないですよ。そうそうそう、じゃないと頑張ってね、嫁点数マイナス500点からちょっと復活しないといけないから。でね、よく考えたらね、来月はあれだよ、父の日。早いって来るの。なんかこうこじゃれたものでも送ろうかな。はい、ご覧できた。はい、5段目できました。でこっから持ち手先の方に行くんですけど、このまま持ち手作るとものすごい間口の広いこうねベローンとしたものになるので、ちょっとこのベローンとした状態を元に戻すために、こっち側の幅と同じのように戻すために、今ここで、はい、細編み1つ編んで鎖編み1つで、もう次細編み、鎖編み1つ、次細編み、鎖編み1つ、細編み、鎖編み1つ、細編みってすると、目数が元のここの目数と同じ目に戻ってくるはずです。でそこから持ち手の細編みの方に移っていきます。そうするとこう形的に落ち着くので、そうしよう。あ、高さいいかもしれない。個室ぐらいでちょうどいいかも。うん。満足かな。で元の目数に戻ります、これで。で最後またスタート地点戻ってきたので、今度はこう中長編みとかやらないで、そのまんま普通にここに戻ります。でここで引き抜き編みをして、はい、あれなんかちょっと見づらい。はい。ちょっとカメラの視点変えます。にゃーん。はい。ほら。すぼまって、ちょっとラフレシアから、また違う生き物に変わったって感じ。にゃ。縄文土器みたい。はい。で、ここから持ち手の方。まず下持ち手を作るための下準備、ここに細編み、中にこう作って細編みで、この細編みの上にも細編み、要するにここと同じように細編みを入れていきます。鎖編みのところは全体をすくうように。そしたらこう落ち着いてきますので。いやいやいや、すいません、単純動画ですねこれね。もうどんどん早ましていくと思う。多分今日はここまで、時間の関係もあるのでここまでにします。内容薄いわ今日。いつも薄いけどね。つも薄いけど今日は特に薄い。よいしょ。はい、ほらぶつかっちゃった。ちょっとガラッとさっきから一気に立ち上がりましたよね。もうカバンっぽい。ほらダメだよ、縄文時じゃないよ。うん。で、あとこれにこう持ち手がついておしまい。あ、そうそう。で、今のうちに多分これ、よいしょ、この中糸始末した方が完成してからだとひっくり返してうんじゃらんじゃらってめんどくさいので。今のうちにこれとじ針でこう適当にくぐらせてギリギリで切っちゃってください。はい、じゃあまたこれ明日続きやります。はい、今完成間近になってまいりました。じゃあまた明日も頑張ります。それじゃあまた。じゃあねー。